Thank you.
意外とすぐ乗れたね。押す。昔志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。だから君も私を頼って。なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当によかった。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、恋愛の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。これからもちゃんとそばにいてね。うん、嬉しい。ご乗車お疲れ様でした。まもなく乗降口に到着します。あ、もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？任す。目って閉じた方がいいのかな。
あのさ、
でも実は A 子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって。うん、事件に巻き込まれなくてホッとしてる。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。誰のためとかそういうのじゃない。他人の評価を得るためでも、自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そのために私は勉強する。そう、つまり警察のトップ、学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法スレスレの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。
父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。私はそいつらを決して許さないけど、それを成し遂げるには私一人じゃ無理だから、組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。うん、でも夢で終わらすつもりはないの。それが私の目指す正義だし、お父さんの意思を継ぐことだって思うから。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守り大変だったでしょ、なんてね。でもあなたに頼んでよかった。私ね、これからもっと違う世界を見られる気がする。きっとできるわ、あなたがそばにいてくれるから。我は汝、汝は我、汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、女教皇の究極なる非業に目覚めたり。無人の力を汝に与え、もちろん私のことも頼ってね。対等に付き合っていきたいから。さて、夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。解答をしながら警察になるために勉強するなんかおかしいね。分かってるって。闇に隠れた悪を暴く。警察でも怪盗団でも私の目的は一緒よ。それでなんだけど、あの今日は知識のない方の勉強をあなたとできたらいいななんて、ダメかしら。
聞いて聞いて。ありがとう。さあ
狭い部屋だから、これは不可抗力だから許されるべき。あ、離れて行動できるようにするの課題、狭くてこれ以上離れられないわけである。でもこの間初めて一人で秋葉原に買い物に行ってきたし、人混みで気を取って手のひらの汗やばかったけど、ちゃんと回ってこれた。買い物した証拠はそれ。つかそれ敵やばくね、超可愛くね、前髪だるくないし、謎の腕輪とかないし。あー、とにかくこれで達成だよね。歩くのちょっぴり楽しかったで、だから今近くにいるのはその仕方なくてなの。じゃあ約束ノート全部できた？全クリ？やった！コンプ！右上にトロフィー出ちゃった的な！それで、その…近く？近く？オッケー？許可したな？もう撤回はなしだからな。なんだろう、見慣れた部屋のはずなのに今までと違って見える。ううん、ここだけじゃない、世界がね、どんどん広がっていくの。毎日いろんな発見がある。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類。世界は昨日と同じように見えても、毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも自分もその中にいるんだって感じたことはなかった。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。うん、私の速さで。あのね、かなちゃんなんだけど、バイト始めたってメール来た。コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって。高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出ていこうとしてる。今は解答団が大事だし。でも、うん、いつかやってみたい。でさ、約束ノート全部できたら確かご褒美くれるって約束だよね。さすがジョーカーだ。でもね、秋葉行った時、実はそのつもりでお店見てきたけど、どれも違った。もちろん欲しいものはいっぱいあったけど、自分が頑張れば手に入るものばっかり。私は自分じゃ手に入らないものもうもらったし。そんなことないって？ううん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなものもらってるんだよ。命をもらった。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。っていうか、私変わったの、見つけちゃったの。もう自分のためじゃ一番の力が出ない。仲間のため、ジョーカーのためって思うと、知らなかった力が溢れてくるの。
我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、忍者の究極なる非暴に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。命をもらったんだから私も命かける。何でも言って、ピンチの時は絶対助ける。本当だよ、任して。そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってない。じゃあ今度は離れる訓練じゃなくて、離れなくてもいい権利欲しい。離れたくないときは離れなくていい権利。本当？回答だけじゃない、生きる理由だって。もう同じでいい。ううん、同じがいい。あったかいな。なんか、なんだこれ、涙出てきた。わけわかんない。権利だし、私がいいって言うまで話したらダメだぞ。まあ一生言わないけどな。今日はちょっとぐらい遅くなってもいいよね。おう、帰ったか。こんにちは。
すみません。ありがとうございます。
その…ございます。
こんにちは。味に深みがあります。ジョーちゃん、コーヒーにハマってるらしいな。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。ああ、嬉しいこと言ってくれるね。こいつの部屋だろ、持ってあがんな。お言葉に甘えます。俺帰るからよ、店閉めといてくれな。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど、最後にはしっかり聞いてくれた。緊張して気疲れしちゃった。要人のお相手する機会はよくあったけど、本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして、奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし、信頼して大丈夫だって思えたの。それで私の将来の目標なんだけど、小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな、おじいさまがやっていたような愛されるお店。ここも雰囲気が似てるかな。精進あるのみよ。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。泣き疲れて止まった翌朝のコーヒー、身に染みて美味しかった。ああいう思いをしてもらえるお店を目指したいの。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。もしあなたと出会ってなかったら、そう考えるたびにゾッとする。好きでもない、尊敬もできない人のところに嫁いで、ひどい人生になってたかもしれないのに、一緒になれてよかった。ごめんなさい、変な言い方しちゃった。その、仲間になれてよかったっていうか。あなたさえいてくれたら私もう大丈夫。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。人生を救われたんだもの。私の命に変えてもよ。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、女帝の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を何時に与えん。
よし。帰ったか。